村井知事は今月12日に期限を迎える緊急事態宣言の解除についてもう少し様子を見たい、一気にすべてを解除することにはならないと思うと述べ、まん延防止等重点措置への移行の可能性も示しました。村井知事は今日の記者会見で、先月26日以降、1日の新規感染者の数が前の週を下回るなど、感染が抑え込まれているとの考えを示しました。宣言後の人の流れについても、仙台駅西口と国分町周辺で、ともに抑え込まれているとしています。ソフトバンクの子会社アグープによりますと、仙台駅西口の午後3時台の人出は、1週間前と比べて、昨日は 18.2%、おとといは 15.9% 減少しました。また午後8時台も昨日は 27.1%、おとといは 12.4% 減っています。国分町も同様で、午後3時台で昨日は 27.1%、おとといは 9% 減少し、午後8時台も昨日は 48%、おとといは 14% 減少しました。村井知事は、今月12日が期限の緊急事態宣言については、もう少し様子を見たいと述べました。今後、解除どうするのかということですが、これはまだ分かりません。もう少し様子を見たいと思います。もし今に あのもう少し様子を見ますというふうに答えます。さらに、安心できるような状況ではないので、一気にすべてを解除することにはならないと思うと話し、緊急事態宣言からまん延防止等重点措置への移行の可能性も示しました。